ベルトの輪っかになっている部分をガードに通し、マジックテープを外し、またベルトカバーをガードに巻きつけるようにして取り付けます。次に、後ろ側に来ているベルトを背板と背板の間に通します。ガードを固定しているノブボルトを外し、ベルトの紐の前側と後ろ側の穴位置を合わせ、その穴にノブボルトを差し込み、再び座板にノブボルトを取り付けます。ベルトを取り外す際は、中央のプッシュボタンを押してください。お子様を座らせてから、ベルトの左右の紐がお子様の腰回りに来るように取り付けてください。ベルトの長さ調整は、カバーをスライドさせ、クリップを動かして調整してください。長さを調整し終わったら、再びカバーを取り付けてください。背板側も同様に、クリップを動かして調整ができます。ベルトの長さは、お子様の腰回りにぴったりとつくように調整してください。そうすることによって、